はい、今ですねポルトガルのリスボンにいます。でリスボンのね、街中を散策しているところです。で今どこに行こうかとしているというとですね、国立の古美術館ね行くところでございます。12世紀から19世紀の美術品を集めたものでございまして、なんで私がここ行こうかと思っているというとですね、日本の屏風があるということです。まあ、かつて、ね、鎖国する前江戸幕府がねポルトガルとは交易を行っておりました。まあ、鎖国した後オランダのみね、あとシナカとはまあ交易はしてたんですけどね、それ以外の国は鎖国をしてたわけです。で、その、鎖国前の、交流の時期において、ポルトガルとの交易においてね、屏風が、彼らのもとに当たったわけですけどね、その屏風が飾られているということで、これから見に行くところでございます。でこれがねすぐもうすぐそこなんですけどね、近い。さっきは雨降ってたんでずっと2時間ぐらいロスしたんですけどね、大変だ。